アートフル山口は毎年10月上旬に山口県山口市の一の坂川沿い及び縦工事周辺を中心に開催される芸術をテーマとしたイベントである。1996年から2018年まで開催されていた。主に地域内の民家や店舗などを小さな美術館として見立て各家々に保存されている骨董品や民芸品などの品々を 宅内や玄関先で展示する。大内市に代表される伝統文化の尊重をテーマに開催されている。アートフルとは天から降るという意味とアートでフルをかけた表現でアートで山口が元気な街になるようにとの意味を込めて生まれた造語である。もともとは山口青年会議所社会開発委員会が中心と なり、昭和の初期まで山口の中心繁華街として栄えた、あと、河原の地区、縦工事地区の活性化を目的として企画したイベントであり、高校生によるボランティアガイドの活用などの取り組みで注目を集め、2000年の第5回からは事務局を山口青年会議所から NPO 法人山口まちづくりセンターに移行、町おこしから現在は、 ちづくりの一環としてのイベントとして続けられている。なお、開催にあたっては、1991年から毎年5月3日から5日に、福岡県浮橋で開催されている、筑後吉井の小さな美術館巡りをヒントとしたという。2019年3月7日、実行委員会が次回の開催を行わないことを発表した。アートフル山口が目指した、 地域主導の町おこしは十分その役割を果たしたのではないかと様々な理由によるものだというありがとうございます。